はい、どうもさっくんです。今回はですね、鉄道ではなくてとある峠を紹介したくて、この大阪府八尾市の青山町という交差点を右折し山へ向かって進んでおります。この辺り鉄道の駅でいうと近鉄大阪線の近鉄八尾駅か河内山本駅付近になります。青山町という交差点を曲がってからずっとまっすぐ行くと、このように鉄道とオーバークロスします。こちら近鉄大阪線です。この高架から右手を見ると高安車庫の線車線が見えています。ちょうど河内山本駅から大阪線と市議線が分かれてすぐぐらいの場所です。高架を降りて少し進むと奈良県などでよくある西華ラーメンがあります。西華ラーメンは奈良県内をドライブしている時によく行きましたが、テンスタとこの西華ラーメン並んでどちらも好きな味です。少し開けた大きな道路、こちらは大阪外環状線国道170号線になります。ここから左を見ると近鉄市議線が並行しています。そしてこの道の突き当たりを左折、一旦国道170号線と並行するとなんと市議線の列車が走っていきました。こちらは2023年11月18日から運行を開始したデコレーショントレイン高安学び山という列車です。このワッピングは大阪府八尾市との連携で、側面には一般公募で募集した作品が数々に描かれて、現在も市議線を中心に高安山ケーブルの活性化に努めています。そろそろ話がどんどん脱線してきましたので本題に入ります。大阪府で峠といえば皆さんが想像するのは暗がり峠という日本一の急勾配、そして石畳という有名な峠となっていますが、その峠ではありません。その暗がり峠のお隣にある十三峠という峠をご紹介します。このメガネ屋みゆきという建物を目印に右折、そして車2台がギリギリすれ違えるか微妙な道に入ります。そしてこの先まだまだ山は迫っていないというのに、こんなくねくねした道一体どこにたどり着くのでしょうか。全く見当がつきません。さらにこれは右の方へ直進ではなく一旦左へカーブします。そして信号が見えてきました。ここはちょっとややこしい誤差路となっています。この先はなんとか片側の一車線になっている道路になっています。斜め右方向のこの片側一車線の道路を走っていきます。なかなか交通量も多いです。どんどん勾配がきつくなっていき、ここに大学があります。大阪経済法科大学、こちら10年以上前に近鉄の1400系でラッピングがされていた大学で、その当時のこの大学のラッピングがこちらです。当時は名古屋線でラッピングされていたパイロゲインや鳳凰のラッピングに並ぶ派手なラッピング車両でした。またまた鉄道の話に脱線してしまいましたが、どんどんこの道を登っていくと左手に大阪平野が広がり、眺めが良くなってきました。この道をどんどん進んでいくと、いよいよやばい看板が並んできました。3トン以上の車は通行禁止。そして全線急カーブで走行注意という黄色の看板も出ていました。左にヘアピンカーブを曲がっていくと、ついに黄色のラインがなくなってしまいました。そしてセンターラインもなくなり、いよいよ峠道に入ったことを実感させられます。しばらくは左手に大阪平野の絶景を見ながら、くねくねとした道がずっと続いていきます。ちなみにこの道路だったら3ナンバーの少し幅が広い車同士ならすれ違いは可能です。すれ違う車1台目が通過です。この軽音でしたら全然すれ違いが可能でした。この道幅なら全然大丈夫だろうと思うんですが、この先にはもう少し道幅が狭い場所もあり、今走っている区間もこの走っている右手は側溝があります。この側溝は蓋がされている箇所とされていない箇所があり、蓋がされていない区間に入るときはパイロンが立ててあります。ここからは側溝の蓋が付けられている区間です。
この区間であればすれ違いはかなり余裕です。この道夜だったらヘッドライトの明かりでわかるんですが、この昼間に急に対向車が来るとこんな感じでとっさに避けないといけません。もし向こうが猛スピードで飛ばしてきた場合、避けきれませんので本当に注意深く運転しないといけません。この先は進む方角が反対に向くようで、右にヘアピンカーブになっています。このヘアピンカーブも数年前まではボロボロのアスファルトだったんですが、この辺り少し綺麗に舗装されていました。そして対比場があり、この先は2台がすれ違えるかどうか微妙な道幅になってしまいました。この辺りも以前は側溝の蓋がなかったのですれ違いはできませんでしたが、このように対向車が来て側溝の蓋の上に乗ればなんとかすれ違うことができました。これですれ違えない場合は先ほどの対比場の方までバックしないといけません。そうこうしているとまた対向車が来ました。なかなか飛ばしながら下ってきたようで、あまりガードレールの方に寄ってくれませんでした。2台のすれ違いをやり過ごし、少しだけ広い場所に出ました。タイミングが良ければこの道幅が広い場所ですれ違えたらなと思ったんですが、ここであまりすれ違ったことがありません。なぜかこの前後ばかりすれ違った経験があります。また道幅が狭くなり、さらに左側の側溝には蓋がありません。ここでは一切すれ違うことができませんので、どちらかが早かった場合、どちらかがバックして対比場の方に戻らないといけません。この微妙に右ヘアピンカーブになっているところには側溝の蓋がありますので、この辺りはすれ違うことができます。そして8分目ぐらいのところに少し開けた駐車場があります。こちらは水の実地蔵院という地蔵堂です。本堂は斜面にあり、ここからは大阪平野がかなり広範囲で見渡すことができます。夜景を見に来る方はこちらだけ寄って帰るっていう方も多いかもしれません。またさらに進んだところに大阪府民の森という入り口があります。こちらは大阪府が府に制定された100周年を記念した事業で、大阪府の東の端に9つの園地があるらしいです。そのうちの一つ、八尾市の水の実園地、これが先ほど通りました入り口だったそうです。またさらに進むと何か車が停車しているスペースがあります。こちらは車から降りることなく大阪平野を眺める有名な絶景スポットとなっています。今回の動画のように最前列がガラガラで、車に乗ったままこの大阪平野を眺めるという最高の休憩スペースとなっています。それでは車に乗ったまま景色を眺めることができる十三峠の休憩スペースを後にします。このまま帰るのではなく一旦奈良方面に向かいたいと思います。奈良方面に走らしてすぐ、この道路の上にまた道路が走っています。こちらは生駒スカイライン、かなり前に紹介した近鉄が保有するぼったくり道路です。それをくぐるトンネルは大型車だとすれ違いができませんので、手前でどちらかが待っていないといけません。この先も奈良県側に入ってずっとこのようなくねくねした道を進んでいき、ようやく交差点が見えてきました。右に曲がると舳倶駅、こちらは近鉄生駒線の駅です。今回の動画はその近鉄生駒線の舳倶駅まで進んで終了としたいと思います。しばらく進むと手書きのガチャピンの絵が出てきて、左に舳倶駅という看板が出たところをすぐに曲がります。その先、突き当たりっぽいところを左、舳倶方面からやってきた車の案内には大阪八尾という表示がありました。奈良県の舳倶から大阪の八尾の方までこの十三峠で簡単に行けることが分かりました。そしてまた交差点に出ました。これに舳倶と左に書いてみましたので、また左に曲がり、景色がかなり開けてきました。その道もくねくねとどんどん下っていき、左方向に進むと生駒イカルガ3号などの文字が出ていますが、この交差点を右折、そしてその信号を2つ越えるとやけに新しい舗装がされており、綺麗な街並みが広がっていました。すると単線の線路が出てき、こちらは近鉄生駒線です。そしてこの右手の
ロータリーが舳倉駅のバスロータリーとなっています。バスやタクシーも発着できるようになっていますが、何も来ていませんので、一旦この辺りに止めさせていただいて、舳倉駅の周辺を見ていきます。すごいな。もうちょっと行ったら多分ね、竜田川っていう駅もあると思うんですけど、こっちですね、王子方面に行くと竜田川っていう駅、生駒方面に向かうと、元三条口駅っていうのがあります。で、僕が今通ってきたのはおそらくこの辺の、どっかこの辺やったと思います。こういうなんかくねくねしたとこ、小森神社、ちょっと気づかんかったけど通ってきたみたいです。多分この上の方からこう大阪から来て、あ、こっちか、こっちからこう降りてきて、で、この辺ちょっとくねくね来て、で、ここに至ったと思います。っていうのがちゃんと観光案内でも出ております。こちらの近鉄の舳倉駅の、正面の入り口でございます。こちら側が多分生駒方面駅ですね。で、向こう側のホームが、王子方面駅ということで、このように、2番ホームがこの生駒奈良方面駅で、向こう側のホームが多分左に向かって校内踏切を渡っていくんですけども、王子行きという区分になっております。自転車置き場もこんな感じで、もう自由に止めるらしい。